水道記念館水道記念館は大阪市水道局が大阪市東淀川区に設置した大阪市の水道の歴史について楽しみながら学ぶことができる科学館。また、琵琶湖、淀川水系の淡水を貝類などを多く飼育している。1995年大阪市水道局国島浄水場の敷地内に開館した。2012年7月末で貝や 両生類、水草などを含め、計142種、9274個体を飼育し、淡水魚の水族館としては、全国有数の規模で、中には、日本の天然記念物にも指定されるいたセンパラや、他絶滅危惧種のアユモドキなど希少種も飼育する。開館以来の累計入場者数は100万人超と、 なり、2011度は93,558人の利用者があった。大阪市の橋本徹市長は、水道事業の不死統合を主張。2012年4月、魚の飼育について、市長が水道局のやることなのか、大阪市の水道局単体の事業としてやるものではないと、水族館を休館させ、コストの削減を行い、8月の会合で、 水族館としての機能の維持に難色を示し、淡水魚の一部の気象種は大阪府立環境農林水産総合研究所の水生生物センターに移される計画となった。水道局は費用対効果や優先順位を考えると水道料金を当てて続ける事業ではないと判断した、とコメントした。産経新聞は水道局の水族館を国内有数のコレクション、 貴重な淡水魚コレクションと表現している。2013年10月、水道局は施設の有効活用と周辺地域の活況を期待して水道記念館活用事業者を募集するが応募者はなかった。2014年3月、再募集をかけるが、これにも応募者はなかった。市民団体2012年7月、淀川水系の淡水魚を次世代につなぐ会のおさだ。 吉和大阪教育大学名誉教授などの研究者らは大阪市に水族館の運営継続の要望書を提出。市側により魅力的な水族館にリニューアルしてほしい旨を伝えた。公益社団法人大阪自然環境保全協会も存続を求めた。2013年1月、市水道局は橋本徹市長の市政改革の一環として 生物を展示する水族館は打ち切る方針を決め市民団体に伝えた。その後も団体との協議は継続している。平成24年4月1日より大阪市の施設事業の見直しの一環として費用対効果などの観点からの精査を行うため当分の間休館するとしている。ありがとうございます。